陽光や寝ても覚めても夢さなか朝や。おはよう、小次郎。おお、センちゃん、おはよう。僕なんだね。どう、歌の兄さんは楽しい？めっちゃ楽しい。今度イベントがあるんやけど、よかったら見に来いひんか？ああ、気になるけど稽古期間と被ってるんだよな。ああ、江戸歌舞伎の公演、もうすぐ始まるな。兄さんの襲名披露公演だからね。俺も頑張らないと。はい、千次です。出るのが遅い。えらいすんません、兄上。今日はどないしはったんですか？歌にことやら見たて。どんなもんか思ったら、あよう京都帰ってこいや。母上呆れとるぞ。あんなしょうもないことやらせるために育てたわけと違うって。それに父上の立場も考えたれや。千次、聞いてるんか？はい。父上が代々受け継いでる歌舞伎がどれだけ偉大で大切なものかは承知しとるつもりです。でも僕にとって歌のお兄さんは憧れ。